週末に労働相談ホットラインをされるというふうに聞いているんですが、いかがですか？はい、今回ですね、物価高騰ということもあって、大企業には労働組合があって、で春闘の結果賃上げするという回答も出てるんですけれども、中小企業では組合もなくて、そんな賃上げなんてしないよという経営者も多い。でそこでですね、我々の地域で活動している組合である管理職業関西と、連帯ユニオン関西ゼネラル支部が一緒になって、はいはい、で労働相談ホットラインで、そういった中小企業の方たちの賃上げの相談にも乗って、で、加入されたら、交渉にも当たろうと企画しています。それはちなみにいつされるんですか？それは3月の25日土曜日と26日日曜日に予定しています。はいはい、時間の方は？時間は午前10時から午後7時です。はいはい、電話を させていただく連絡先としては？電話は06-6881-0110。はい、2回戦ありまして、2回戦あるんですね、06-6881-0781 です、はい、そちらに電話していただけましたら、はい、相談員が対応いたします。で最近 その相談の傾向としてはどういう感じですか？そうですね、給料を上げてほしいという相談の他にも、そういう相談は、少ないのは少ないですけど、はい、ハラスメントが多いんじゃないですか？ハラスメントが多いですね。パワハラ、サブハラ、セカラ多いですよね、うん、ほぼそうじゃないかと。雇い止めとかね、賃金未払い、残業代払ってくれない、それは当然あるんですけども、やはりパワハラが多いですよね。パワハラ問題は、相談の大部分を占めたりしますね。今そういうふうなことで悩んでおられる方、ぜひともお電話いただけたらありがたいですよね。そうですね、今回別に賃上げに限らず、はい、ハラスメントやセクシャルハラスメントとか、はい、未払い残業があるとか、はい、そういった相談にも、広く相談を受け付けてますので、そういったことでお困りの方も、はい、今回の労働相談ホットラインに電話してください。はい、ありがとうございます。よろしいですか？はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。